しました、安久です。今回紹介するのは2020年6月に発売されたトヨタハリアーハイブリッド Z です。今回のフルモデルチェンジで4世代目に進化したハリアー、人気モデルであるにもかかわらず守りに入ることなくかなり攻めのモデルチェンジをしてきたなという印象を持ちます。実はね、その背景には2019年にラブ4を復活させましたよね。そこでね、実用性とか走破性に重視したいわゆる SUV というかね、オフローダー的な感じの車は、ラブ4に任せて、ハリアーはね、持ち味であるかっこいい外装、内装、そして洗練された走り、こちらをね、進化させてきたというわけですね。まずそのデザインですね。プロポーションがね、大きく変わりましたよね。ハリアーらしい、クーペ SUV っぽいところは一緒なんですけど、新しくね、TNGA、トヨタのね、新しいプラットフォームを使うことで、タイヤがね、ボディの四隅にある、すごくね、スタンスのいいボディになって、さらに、前高もちょっと低くなったんで、プロポーション的にはよりクーペらしさというか、乗用車らしさが増したような感じがします。で、それを前提にさらにね、フロント見ていただくと、サイドからの、絞り込み感っていうんですかね、これ結構きつくなってますよね。言ってみればスペシャルティーカーっぽいというかクーペっぽい、ここでも、出てると、ルーフだけじゃなくてこのフロントエンドのデザインでも出てるなと。そしてこの絞り込んだサイドにこの薄いヘッドランプですね、全車 LED にして極限の薄さにしてあるというんですね。もう全部これって機能ももちろん満たしてるんですが、かっこいい車を作ろうよというところから始まってるデザインだというふうに言えるのかなと思います。そしてリアビューです。フロントと同じようにね、レンズをかなり薄くしてます。これもね、LED を使ってるんですけども、横一文字になって光って、かっこいいよねという感じですが、これだけ薄いとね、ウインカーとか入らなかったんで、実はウインカーとかの他のランプはここに入っているという感じですね。ここまでこだわってとにかく薄いレンズを作りたかったと。そしてフロントとこれも同じようにかなり絞り込みが急ですよね。この辺ね、この辺とか、あとキャビンの後方もそうです。この絞り込みを実現するために新型ハリアー、先代に比べて荷室は狭くなってます。そういう荷室の広さを極限まで求める人はそれこそラブ4があるでしょということで、ハリアーは格好を優先したと、もうすごくコンセプト的に割り切ってこういうデザインを作ってるわけですよね。インテリアです。こちらもデザイン、クオリティともにかなりこだわり感じられるものになってますよね。まず目に入るのはこの大型のディスプレイ 12.3 インチのなんですが、そこからね、視線を落としていくと、ここ、センターコンソールというんですかね、このシフトの周り結構ね、もう微妙な曲線を描く形になってます。これなんかね、乗馬用の鞍をイメージしたというんですが、ここね、実は川、本側ではないんですけども、本側だとこんな風にね、曲面に貼るのは大変だということで、これね、シンセティックというか合成の川だからこそできたデザインと、なかなかね、その、うまく使ってるなって感じがしますよね。そういう面で見ると、例えばこうドアにね、ハリアーのマークが両方入ってますし、この辺りのね、ステッチの入れ方とか、その下に入ってるパイピング、この辺りもね、ちょっとワンポイントの、洒落た感じをね、出してるなと思います。あとはね、このシートのこう、柄ですね、そういうところまで含めて、かなりね、全体に見どころのあるデザインだなというふうに思います。そしてハリアーといえば、デザインだけじゃなくてね、先進装備、先進の機能、これもね、どのモデルもね、歴代売りだったと思うんですが、今回のモデルもやっぱり充実してますね。この車にはね、デジタルのリアビューミラーがついてます。要はね、カメラ映像で、車両の後方を映してるんですが、例えばね、後ろに人がいっぱい乗っている、荷物山積みにしているという時でもしっかりとした、クリアな、画像が見られるというのもありますし、これね、実はドラレコも内蔵されてます。なので後付けする必要がないということで、スマートなインテリアをね、これで実現できるわけですよね。さらにもう一つ、超高パノラマルーフ、こちらもね、オプションですが用意されています。見ての通りね、今の状態だと、透けて見えない形になってるんですが、これをね、スイッチ一つで、透明に切り替えることができる。実際には透明のルーフに、サンシェードを、物理的なシェードじゃなくてもね、一瞬でこう光が入ってこないようにできるという、ガラスのに内蔵のシェードというかね、そんな感じかなと思います。そしてね、これ今ね、こうやって手で操作しましたけども、実はね、他にもね、ちょっと面白い使い方があるんですよね。ちょっと試してみたいと思います。エージェント機能今呼び出してます。空を見せて、
超高パノラマルーフを最高状態にします。はい、このように空を見せて、もしくはね、夜の場合星を見せてでもいいようですけども、こういうねコマンドでこの超高パノラマルーフを操作することもできるんですよね。ラゲッジスペースです。狭くなったとは言いましたけども、まあこれだけあれば十分かなというぐらいの容量はまあ確保されています。リアシートがちゃんと倒れてフルフラットになりますし、アンダーボックスもあると。でこれはスライド式ということで、まあこのようにね、はい、使いやすさもちゃんと確保されているという感じですね。デザインや先進装備にもね、かなりのこだわりを見せるハリアーですが、実はこの新型、新しいプラットフォームを使い、さらにねこの車だとハイブリッドの FF という今までなかったパワートレーンも積んでいます。この走りも気になるよねというところで、早速ね試してみたいと思います。